今日はカサゴをさばいて煮付けを作ります。これ自分の専用のマイ包丁です。この中、なんか歯みたいな、入れ歯みたいな、これを取ります。切り目を入れます。痛そう。沈まれ。あ、ちょっと沈まりましたね。割り箸とかで、おお、出てきた。めっちゃ綺麗。じゃーん。裏もね、鱗取ります。お腹も綺麗になって、エラの方も綺麗になりました。切り目を お湯で臭みを取ろうと思います。こんなもんかな。次はお酒。みりん。醤油。砂糖。甘いのが美味しいかな。入れます。おいしい豚。裏返しました。
もうちょっと煮ます。美味しそう。めっちゃうまい。分量は適当だったんですけど、美味しくできました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。